皆さんこんにちは、ちょっと人数が減ってしまったようで、盛り上がりに欠けますが、ロビーにいらっしゃる方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？患者さんに、優しいネイルケア、ということでお話をさせていただきます。ご紹介にもありました、私上野周平と申します。築地本願寺の、すぐそばで、上松そしてサロンオムという2つの美容院を経営しているものです。こちら、白田さんと言います。見てもお分かりの通り、ちょっとお腹が大きいんですが、せいろかさんのイベントということで今日連れてきています。妊婦さんですのでちょっと座っていただけますか。少しだけ、自己紹介させていただきます。たまたま、僕のお客さんに、先ほども、山内先生いらっしゃいますか？あ、僕が、山内先生の髪を切っています。お店の中で、カットをしながら、カラーをしながら、白髪染めではないです、おしゃれ染めです。よく以前から先生がおっしゃってました。せいろかにも、抗がん剤の医療用のウィッグのパンフレットがいっぱいあるけれども、もうちょっと中長期的にビューティーをサポートするような体制が何か整えられないか、そんな話を、先生がおっしゃってました。で、今から約2年ほど前ですね、そんな、山内先生の発案から、僕たちの美容室月に一度せいろかさんの方に、お邪魔しまして、乳がん患者の方々にヘアケアの話、あとはウィッグを実際に、手に取って見てもらったり、あとは、自作のヘアケア、ヘアアクセサリーですね、自分たちで作れるヘアアクセサリー、そんな話を、月に1回せいろかの方で行っています。その中で、今日これからお話しする、ネイルケア、その話も、その月に1回のワークショップの中でお話ししている内容です。そんな機会で、今日この場に僕立たせていただくことになったんですけれども、ただの僕は美容師ですので、このような医療系のイベントにも出るの初めてなので、とても緊張しています。約20分ほど、これからお付き合いください。ではよろしくお願いします。はい、まず爪の話なんですけれども、指先が、いかに日常的に乱れているかということを少しお話したいと思います。このように、お金の支払いですとか、携帯電話、今はスマートフォンですので特に指先、人から見られていると思います。そして、つり革、通勤途中などでも、他者からとても、指先は見られています。そして、こちら感情表現、ちょっと古いですけど、滝川さんの、著作権上すぐ消します。はい、ということで、指先がいかに、ビューティーにとって大切か、日常的な所作の中で指先特に大事です。僕も、このように、人にお話しするときにどうしても、手そして指先、感情を表現するときには手が動いてしまいます。そんな指先、少し、お勉強をしてみましょう。こちら、爪の役割です。爪は、1日約 0.1 ミリ、1ヶ月で3ミリから4ミリ成長すると言われています。生え変わるには、4ヶ月から6ヶ月、そして足の爪は、手の爪に比べて 30% から 50% 成長速度が遅いと言われています。指先を、保護すること、そして物をつかみやすくすること、指先の、微妙な感覚に重要な役割を担っています。足の爪は体重を支えて歩行する役割もあります。こちらの図の中にあります、僧帽、爪の根元のところですね、ここで、爪が形成されます。僧帽細胞と言います。そして、骨が、指先の先端までは形成されていません。指先は、爪が保護しています。
そして隣の図、走行、これ爪自体なんですけれども、爪自体は3層の層によってできています。縦に走る層、そして横に走る層、そしてまた縦に走る層の3層からなっています。はい、ではそんな指先が抗がん剤に、でどのような影響を受けるかちょっと見ていきましょう。はい、こちら、爪の黒ずみです。一番起こりうる症状だと思います。そして2つ目、爪がデコボコしてきます。ちょっとラインが入ったような状態になります。そして、爪の剥離、先ほどの3層からなる層の一番上の層が剥がれてきます。一般的な2枚爪のちょっとひどいの、そんな感じです。そしてこちら走行剥離と言います。最も大変な状態です。爪が皮膚から浮いてきてしまいます。そこから、お水が入って、中には、ジュポジュポ言っていたという患者さんもいらっしゃいました。このような、状態の時に、不衛生にしていますと、緑膿菌というのが繁殖してグリーンネイルの、原因になってしまいます。抗がん剤の影響で、このような症状が出てきてしまいます。もちろん個人差や、お薬の種類による違いはありますけれども、この抗がん剤の影響をなるべく緩和するために最大限、ご自身でできる努力をしましょう。それが、ネイルケア、ネイルケアです。ネイルケアには、3つのポイントがあります。覚えて帰ってください。補正すること、保湿すること、そして保護することです。1つ目、じゃあ補正からいきましょう。いつでも清潔に保ちましょうということです。手指先を、清潔にいつでも、洗いましょう。爪の間も、意識して洗ってください。そして爪は、長くしてはいけません。長さは程よく短くしましょう。爪切りで、バチンバチンと切ってしまいますと、その時に、3キロから4キロの圧がかかるというふうに言われています。その爪の長さを調整するにはこちら、エメリーボード、俗に言う爪ヤスリ、こちらを使用してください。ちなみにこのちっちゃい、ここに150、220っていうちっちゃい数字が書いてあるんですけれど、こちらがグリッド数といいまして、ヤスリの粗さの、目安です。週に一度のペースで、ヤスリで削ってください。長さは、手のひらから見て爪が少し覗く程度の長さが、いいと言われています。そして使い方なんですけれど、こちら、爪に対して45度、そして一定方向にファイルします。ついついノコギリみたいにとか、あとバイオリンみたいにこう前後に動かしてしまうことが多いと思いますけれども、一定方向でファイルします。長さが出てきたものを洗いやすりで、長さを調整しようとすると、先ほどの、僧帽細胞、そこに影響が出てしまいますので、週に一度、必ずそんなに伸ばさないうちに長さを調整するというのがベストだと思います。次、保湿です。保湿することが、爪に対しては最重要事項です。ネイルケアは保湿に始まり保湿に終わると言っても過言ではありません。指先、そして爪に、オイル、キューティクルオイルなどを塗ることが一番です。頭皮にも起こりうることなんですけれども、抗がん剤投薬中に、今まで使っていたシャンプーとか、ヘアケア商品が、お肌に合わなくなることがあります。免疫力が低下して今まで使っていたものがなんだかちょっとかゆみが出たり、そんなことも、ヘアケアの中でよく聞かれるんですけれども、爪にも同じことが考えられると思います。で、ここでは、うちのお店で実際にちょっと患者さんに対して使っている商品のいくつかをご紹介したいと思います。こちら、スパリチュアルというブランドの、キューティカクテルです。爪の栄養剤、キューティクルオイルになります。
こちらの、スパリチュアルというブランドがですね、化学合成成分を一切使用していなくて有機栽培された、植物エッセンスを使用しているというなかなかオーガニックなブランドで、人気が高いブランドです。もう一つ、こちら同じく、スパリチュアルの、先ほどのオイルとこちら同じ商品です。とこちらは、ペンタイプのものになりますので、携帯にとても便利です。化粧ポーチの中とかに入れておいて、いつでも、職場でも、例えば通勤中でもいつでも保湿してください。そしてもう一つ、ジェシカというブランドのナリッシュという商品です。このジェシカというブランドも、ネイルポリッシュもすごく人気のあるブランドなんですけれども、ネイルケア商品も、とても充実していて信頼できるブランドだと思います。このナリッシュっていうのは先ほどのオイルと違ってこちらはクリームタイプのものになります。ささくれがすごく改善するということで、うちにいらっしゃる患者様も、なかなか評価が高く、確かこれは、セイロカさんの売店でも、取り扱いがあったかと思います。すごく伸びが良いのでちょっとこの2310円がどうかと思うんですけれど、コストパフォーマンスはすごく少量で済むのでいいと思います。そして3番目、保護、保護することです。こちらに対しての商品も、同じく先ほどのスパリチュアルというブランドのニュートリシックという商品があります。こちらは、ベースコートの代わりに使えます。天然由来の、カルシウム、そしてプロテインなどを配合していて柔軟性が増して回復力に富んだ爪にしてくれると言われています。そして、保護という観点からはやはり手袋そして靴下を着用するのがいいと言われています。どうしても女性の場合家事育児の中で、指先、特にハードに動かすことが多いと思います。そんな時はこちらの手袋、はい、女優さんの手袋と言います。ネーミングが素晴らしいです。これはなかなかの優れものでして、メッシュ加工されていて、蒸れがなく、なおかつ、指先が保護されています。一番いい使い方としては、家事そしてお風呂にも、使えます。そしてもう2組用意していただいて、もう1組を、寝る直前に先ほどのような商品で保湿をしっかりした上にこの手袋を着用してお休みになる、それがすごくいいと思います。どうしても、寝ているお休みになっている時っていうのは、お布団とかシーツに指先がこすれて大変乾燥しますので、このようしっかり保湿をしてこのような手袋をして、お休みになるということがいいと思います。以上、補正保湿保護の3つが重要というか話をしましたけれど、やはり女性ですのでビューティーの観点を忘れてはいけません。黒ずんだ指先で、外出や人と会うのをためらうよりも、指先を彩って晴れやかに行動しましょうということで、ビューティーの観点から指先を彩る4つの方法をご紹介します。1番、マニキュアです。最も、ポピュラーだと思います。メリットとしては、爪の変色をカバーできます。そして手軽に自分で使うことができます。デメリットとしては、デコボコ、先ほどの写真のような少しデコボコが出てきてしまうとなかなかカバーできません。そして除光液の使いすぎ注意してください。そして、ネイルチップ、こちらも手軽に取り付け取り外しはできます。しかし原則、毎日取り外してください。そしてネイルシール、これも変色をカバーできます。ですがやはりシールですので、デコボコがあるとどうしても粘着性が悪くなってしまいますので、持ちが悪くなります。そして最後ジェルネイル、やはり持ちが3週間ほど一番いいです。そして爪のデコボコもカバーできて変色もカバーすることができます。オフするときには、無理やり取ってしまうと少し爪が薄くなってしまうという危険性もあります。この中で、やはり一番ご自身でできうるということになりますと、マニキュアの頻度が一番高いと思います。ここでは、マニキュアのちょっと裏技をご紹介しましょう。
はい、白色のベースを塗りましょう。ちょっと、黒ずみが出始めている爪です。この上に、ベースコートまず塗りましょう。そして、白のマニキュアを塗布します。その上に、ご希望の色のマニキュアを塗布します。お化粧でいうところの、コンシーラーと同じ役割を白色のポリッシュが担っています。でもう一つ、デコボコを整えよう。それに対してこちら、先ほども出てきましたジェシカというブランド、リッチフィラーという商品があります。リッチフィラーというのは、表面、爪の表面の多少のデコボコを修正してくれる力があります。こちら、ちょっとこれラインが入ってきている状態なんですけれど、その上に、リッチフィラーを塗布します。若干乳白色の色味がつきます。2度塗り3度塗りしても構いません。でその上からご希望のマニキュアを塗布します。以上、今、マニキュアに対しての2つの裏技、ご紹介しましたけれども、先ほどの、マニキュア、ネイルチップ、ネイルシール、そしてジェルネイル、この4つの方法の中で最も持ちがよく、実用性に長けているというのはやはりジェルネイルだと思います。現在、ジェルネイルほぼ、ネイルサロンでの需要も 80% から 90% ぐらいを占めてまして、今のご時世、ネイルをするということはイコールジェルネイルをすると言っても過言ではないと思います。ではこのジェルネイルというものが一体どういうものなのかという話をちょっとしたいと思います。紫外線で硬化する光硬化樹脂のジェルを用いて人工爪を作る技法とあります。なんだか難しいですが、この光硬化樹脂のジェルというものは一体どんなものでしょう。ハードジェル、アクリル、ソフトジェルが、ウレタンとポリビニールというふうに言われています。ちなみに、今現在ハードジェルというのはほとんど今姿を消していまして、世の中の主流はほぼ、ソフトジェルと言われています。そしてこのウレタン、そしてポリビニール、なんだか工業系の名前ですけれども、もともと光硬化樹脂というもの自体は、工業系の塗装技術もしくは、プラスチックの形成技術、その工業系の技術を、ネイルの世界というかビューティーの世界に持ち込んだものがジェルネイルと言われています。歴史もまだ浅くて、2005年ぐらいから世界中に、広まったまだまだ新しい技術だと言えます。では、一般的なジェルネイル、皆さんもご存知の方はいらっしゃると思いますけれど、どのような手順で行われているのか、前処理をします。形を整えて甘皮を除去、そしてサンディングします。表面に軽く傷をつけます。そして、油分と水分を、取り除いて、ここから、先ほどの、光硬化樹脂のジェルが出てきます。ベースジェルを塗布してライトで固めます。そしてカラージェルを塗布してライトで固めます。そしてトップコートを塗布します。ちなみにこれサロンで行うと約2時間ほどの、工程になると思います。はい、ちょっとまとめます。一般的なジェルはサンディングをします。そしてランプは UV ランプを使います。手袋はしません。そして、施術もサロンで行う方もいらっしゃいますし、今時はインターネットで、かなりお安い値段で、セルフキットなども売っていますので、ご自分でやる若い子とかもいっぱいいます。そしてデザインは多種多様なデザインが楽しむことができます。抗がん剤投薬中にも、できる限り最善を尽くしてジェルをやっていこうということで、うちのお店でもいろいろ試行錯誤しながら今やっているんですけれども、それが、最善を尽くしたジェルネイルというふうに呼んでいます。まずサンディング、ごめんなさいね、サンディングしません。各いろんなメーカーから今、爪の表面を削らなくても、持ちがいいジェルネイルというのが商品として開発されてきています。そしてランプは、LED ランプを使います。もともとは、UV ランプで硬化するのが、メインだったんですけれど、 UV は、どうしても、紫外線
ですので、 LED は可視光線と言われています。で、紫外線に対しては発がん性ですとか、あとまあシミになる、そういうところで躊躇するお客様、患者様もいらっしゃいますので、今うちのお店で採用しているのは LED ランプで硬化するジェルを使っています。時代の流れ的にも今 UV ランプから少しずつジェルネイルが LED ランプに変わってきていると思います。そして手袋、一般的にもちろんジェルネイルを施術する際に手袋はほぼしないんですけれども、患者様の中でどうしてもランプがちょっと怖いという方もいらっしゃいますので、うちのお店ではこのようなこういう指先だけが出るような保護する手袋をして硬化する際に使っています。施術セルフを禁止してます。なぜかと言いますと、やはり先ほども言いましたけど、インターネットなどで売っているジェルネイルのキット、スターターキットみたいなものが今安く売ってるんですけれども、それに使われているジェルネイルの成分などがなかなか不明瞭なものも多く、薬事法的にネイルというのが微妙なところにありまして、化粧品扱いではないネイル製品というのが多々見られます。なぜかというと、ネイルのポリッシュですとかジェルの材料っていうのは原則皮膚につかないというふうに解釈して、薬事法上化粧品扱いではなく全然関係ない、雑貨として販売している業者も、世の中にはあります。ですから、インターネット上ではちょっと玉石混合で何をチョイスしていいのかわからないというふうに判断しているので、僕たちはやはりセルフをちょっと禁止しています。そしてデザイン、はい、グラデーションのデザインを、お勧めしています。地爪の、状態が、グラデーションのデザインですとやはり、観察しやすいということと、デザインとしての持ちが、良いという2点からグラデーションのデザインを、皆様にお勧めしています。先ほどうちの白田さんが、実際に患者さんに、施術したグラデーションの、デザインです、オレンジ系のデザインです。先端に向かって色が濃くなってます。指先にホログラムのアートがあります。黒ずみの位置、量を考慮しながら、グラデーションの幅そして色味を、考えています。そしてもう一つ、こちらベージュ系、ちょっと見えづらいですけれど、ヌーディーなツヤ感を重視したデザインです。お仕事上どうしても制限のある方とか、あとネイルの初心者の方にも、取り入れやすい、デザインだと思います。黒ずみも消せて根元も、観察しやすいです。至ってシンプルな今2つのデザインですけれども、本当に女性らしくて、ジェルネイルの特徴を生かした、ツヤ感が美しい仕上がりだと思います。どうしてもネイルっていうともっとカビなものとか派手なものを連想する方も多いと思うんですけれど、抗がん剤投薬中は、やはりこれぐらいシンプルで、美しいツヤ感があればそれだけでも気持ちが晴れやかになって行動していけると思います。で最も今、ニーズのあるジェルネイルを、抗がん剤投薬中にも、楽しめるように僕たちのお店でも、さまざまな試行錯誤を凝らして今やってるところなんですけれども、もちろん僕たちがやってる行為っていうのは治療とか医療ではありません。あくまでも、ビューティーを取り戻すための、行為だと思ってます。ビューティー、指先を彩るということは、心と体を元気にする力があると思って今までやってまいりました。ここ2年ほど、うちのお店にセイロカの乳腺外科からご紹介を受けた患者様を、うちの白田が、約50人ほど今まで関わってきたんですけれど、ちょっと白田の方から今までの経験とか、感想を少しお話ししていただきたいと思います。はじめまして、上松でネイルをしております白田と申します。よろしくお願いいたします。
私は2年間で約50人ぐらいの乳がんの患者さんのネイルを担当しました。初めは何も知識がなかったので、看護婦さん、知り合いの看護婦さんや、あとは山内秀子先生とか、あとはネイルに実際来てくれてる患者さんにいろいろ教えてもらいながら、いろいろ今も勉強しながらネイルをやっております。で、ネイルで一番何を大切にやっているかっていうのは、いかにその治療中爪がお肌が繊細になっているので、いかに爪に負担をかけないで美しくその抗がん剤半年ぐらいキープしていくかっていうことを一番大事に考えて試行錯誤しながらやっております。で、やっているうちに、一番感じたことは、やっぱり女性にとって美容ビューティーの力っていうのが本当に気持ちの面でプラスになるっていうことが本当に分かりました。3週間に1回ぐらいネイルに来てくれてるんですけれども、最初は治療に慣れなくて不安な感じも感じていたんですけど、だんだん回を重ねるごとに治療にも慣れてきて、爪もいろんな色をやろうとか、あとはウィッグもちょっと切ってみようとか、あとはつけまつげとかそういうのにもだんだん興味を持ってくれて、でそういう姿を間近で見て本当に前向きに治療に取り組んでいるお客さんの姿を見て、こっちもすごい勉強になりました。で、初めはそのネイリストが私一人なのですごい不安だったんですけれども、そういういろんな人と出会えて、あとはいろんな人とお話をできて、すごい私自身すごいいい経験になりました。で、今私は来月出産を控えていて、ちょっとネイルをお休みしてしまうんですけれども、医療ネイルはまだ完成形ではないので、これからも、スタッフと、あとは先生方と、あとは患者さんとかにお話を聞きながら、もっと爪にいいネイルを研究していきたいと思います。で、あと最後に、治療中体力的にも大変な時期かと思うんですけれども、そういう時に植松に来てもらって、ちょっとビューティーの知識をちょっとでも持って帰ってもらって、そういうお手伝いをこれからもしていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。はい、では最後になりましたが、一つだけエピソード、紹介させてください。2011年、震災の年、5月と7月に、僕たちの美容室は岩手県大船渡市に、ボランティアに行きました。町を流され、そして家を流されて、そして家族も流された方たちに、カット、カラー、そしてパーマをして、ビューティーを届けてきました。僕たちは、美容師であることの誇り、そして、ビューティーの偉大な力をその場で実感することができました。皆様がビューティーの鎧をまとって、心も体も元気になることを信じて、僕たちも一緒に歩んでいきたいと思っています。本日はどうもありがとうございます。